全然普通なんですか。こちら。うん。地下食堂。食堂にされる。うん、なるほど。ですね。市場の隣の食堂。偶然のつながりがたくさんありましたかね。全部偶然のつながり。この人たちとこう毎日あはははこの人の胃が多いからね。感じ出てるよね。まあ暖くなったらもうさくらんぼから始まりまして、もう2月ぐらい、3月ぐらいまではもう、果物がございますので、中の方もいろいろ変えていきますので、イベント、もしくはいろんなものもこれから皆さんで、いろいろメンバーでいろいろ相談していく形がありますので、ぜひ一度寄っていただければ、で一度声かけてください。藤浦和です。はい。今ね、ゆりえぐさんのバラとカーネーションをね、みんなさん、生産者ともにね、頑張っていますので、ぜひご来店してみてきてください。よろしくお願いします。うち売り上げで80年間やってたんですよ。80年、はい、震災の当日からずっとこう撮影ずっとしてたんですよ。震災前の売り上げの、ね、地区のやつなんだけれども、子供と一緒にこうじゃあ写真集にして残そうということで、写真集やっぱり残してから元気になりました。ほらこういうなるとこう地元の人たちといっぱいこう話することができたんですね。写真集できたから欲しいっていう人たちいっぱい来てもらって、私今仮設にいるんだけども、仮設に来てもらって、で地元の人とこう触れ合いになって、それからやっぱり元気ね。1年経ってスタジオを構えて、やっぱり笑顔の写真を撮れるようになりました。昔以上にやっぱり家族の絆とか子供の笑顔とか、そういうのをこれからずっと撮り続けたいと思ってます。1ヶ月にだんだんこういう店舗も飽きられてくると思う。じゃあ諦めないで、やっぱりこうこれからも少しずつ来ていただいて、支援していただきたいなと思ってます。